はい、どうも、ゴリラさん、今回は、クレヨンしんちゃん、オーラの博士の夏休み、オーラの夏休み、旅プレイしていきたいと思います。それでは、早速、続きから、こっちでいいかな？どっちや？あ、こっちでいいか。これ、マジでな。ええのよね。あ、ただのゴリラ、こんばんは。ゴリラ。今日から朝の体操に、ララコちゃんが加わります。ララコちゃんね。ええな。めっちゃ朝ごはんうまそうやな。いただきます。いただきます。これこの前も見たな。前途中で切ったからか。何やったっけ。卵が2つあったね。ごちそうさまでした。味玉とオムライスみたいなやつがあったね。大量卵だね。じゃあ今日は何していこうかな。今日3日目か。ヨヨコおばちゃん、ヤマメをとりあえず捕まえたいね。ヤマメどこにおるんやろ。これ川魚ヤマメ。ミサチ、顔に見覚えのある人が一日に何度も来る。カスカベのやつらがそっくりさんがおるんやろな。いつも通り。かしこまり。あ、待って、これ2階上がったらどうなるんや。俺今まで2階あんま上がってなかったぞ。そういえばあ、特に何もないか、2階上がってきても。お、どうやらどいた。ここもドア開くんかな。ここはでもここも開かへんわ。まあ、下行くか。じゃあチッチッチッチン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 。いや、どこ行こうかな。てかマジで体力減んの早すぎるこれ。あ、おばちゃんおはよう。どんなお話が好き？カンタムロボとかアクション仮面が好きだぜ。あ、終わった話。私は意外にオタクなのよ。スペースオペラ？何それ？まだこいつ顔むってしてんの？怖っ。ここだけの話だけど、春日部ってどこにあるの？埼玉県だぞ。もう圧送さんには行ってみた。ロープウェイの山頂駅があるんだけど、見晴らしが最高なんだ。え、圧送山頂行きたいな。へぇ。ちょ、白。白連れて歩きたいな、これ。あん、あん。さあ、どこ行こうかな、今日は。あ、冬の花が咲いてるね。あー、あのおばちゃんに喋りかけるか。おばちゃん、何だっけ、ララコか。ぐるぐる走り回ってきたら目が回るしお腹がすくし、これって多分地球の自転と同じこと。どういうこと。ララコの偉大さを感じてちょうだい。わけわかんないと思うけど。わけわからんなこいつ。なあこいつ、どっか行けるようになってんのかな。あ、これ DJ ね。あー、いや、これ1日終わんの早いな。もう結構太陽昇ってきてんぞ。え、早くね。もう半分終わってるってこと。1日。あー、閉まってんな。遺跡発表か。こう結局ここ全然通れへんのか。ちょっとどうしよう、1日伸ばそうかな。しんのすけどチョコザイナ。何何。あ、はいはいはい、これ読んだね。ちょっと1日伸ばすか。あの早いわ終わんの。ちょっと長めにしよう。時間の進む速さのんびりにしよう。ちょっとね、1日終わんのがマジで早いこれ。飯食いたい。
おやつ食いたい。おにぎりくん。これ体力結構回復する？あ、マックスまで行っちゃったん。オッス。で、何をしに来たの？ここにヤマメ売ってないかな？あ、ないか。いや、おにぎりでいいや、じゃあ。これでいい？おにぎりはだいぶ体力回復するからね。はぁ。とりあえずヤマメを捕まえるか。あと水菜やね。ヤマメと水菜が足りひんよね。確か。あ、魚いっぱいおる！魚おるぞ！来たーん！ヤマメか？来い、ヤマメ！おい、なんこれ？何捕まえたん俺今。なこれ、変化球。おめめぐるぐる偉大なシーラカンス。え、俺シーラカンス捕まえたぞ。大昔は淡水にもいたらしい。生きた化石と言われているよ。いや、シーラカンスってクソ珍しいぞ。こんなん捕まえてええんか。昨日買って全クリした。早すぎん？いや、俺、古代魚釣ったぞ。シーラカンスって熱帯魚とかめっちゃ高いからな。確か。来た。イエーイ！しんちゃん癒されるね。え、また珍しい魚釣ったんじゃん、俺。なんや？ワニガメ。いや、ヤマメが欲しいねんけどね。ヤマメここにおらんのか？シーラカンスはやばいよな。イエーイ！水菜来た！水菜来た！え、これ魚おるんか、ここ。何も見えへんけど。いや、ええなぁ、これ。いや、待って、ワニガメとシーラカンスおるって、てか、やばない。待って、ワニガメってさ、危険生物じゃなかったっけ、これ。癒されるね。え、ワニガメってさ、これ噛まれたら腕ちぎれるやつじゃない？指とか。いや、みんな味わってくれ、この素敵なしんちゃんの世界を。いや、どこ行こうかな。ちょっと一日長くしたからゆっくり進めるからな。いや、新聞工場行くか。新聞どこや？あ、待て待て、ここに珍しい虫おる。待て、これな、移動するごとに体力減るからな。ゲッチュー！トンボみたいなの見つけた。おれ！あ、これ、どうもりみたいにしばけへんのや。こっちな、行けへんからな。新聞こっちか。こっちやったな、確か。この絵めっちゃええよな。この絵めっちゃええよな。映像がマジでいいよな。のんびりいけるもん。何してんのや、これ。え、逆に俺ブリブリ使いたくないねんな、あんまり。あ、新聞ね。俺が作った新聞ね。ここや、ここ、新聞社。み、よしこ。正直に言うと、しんちゃんにこの新聞社を大きくすることなんてできないと思ってたけど、大工さんになればできるかもしれない。ブリブリーブリブリ。何言うてんねん。今、新聞社の状況。契約者数0人。売り上げがひどい。助けて。発行部数、目標数94。OK。まあ、とりあえず、いろいろ楽しんでたら新聞は盛り上がるということですね。ふ。見て、見て。あ、今日も記事書いたぞ。いや、今日、シーラカンス、星3よ。やばいぞ。ワニガメは大丈夫？いや、新規契約者数、俺の力で強すぎやろ。ほんまに。190人増えたぞ。170人しかくれんの？誰もが面白い記事を求めて、頑張ってく。かしこまり。今日は、誰も、
いや、生きた化石を釣り上げた。やばすぎやろ。ミサイさん語る同じ顔の客何人も。ゲップしたかもしれん、今。はぁ、癒されんなぁ、マジで。赤くて綺麗なサルビアの花が咲いて。お、待って、珍しそうな虫おる。なんこれ。おら、何捕まれへんの。何、蜂やん。蜂捕まえちゃった。行けるとこ少ないなやっぱ。まだここは買えへんねんな、高すぎて。確か幼稚園児が買えるものの値段はない。あ、でさ、これ誰か畑の場所知らん？畑どこにあんの？俺さ、畑で水あげたいねんけどさ、花に。あ、ジロー、ジローちゃん。DJ ブリンス、俺はあのカンタムロゴが好きなんだ。クールだろ、真似するなよ。DJ ブースね、カンタムロボおるね。DJ できんの？まだ。まだできんか。子供が機材に触っちゃダメだからな。いや、池に浮かんでんねんけどな、あれ捕まえられへんねんな。忍者みたいなやつおるけど。え、畑どこやこれ。これ化石やからな。発掘現場。おお、なんか捕まえた。モンシロチョウ、全然見てなかったけど、適当に振ったら捕まえた。待って、そういえば水菜、あれ水菜誰が探したんだっけ。こいつやったっけ。やめて。あ、はいはいはい、持ってきたよ、持ってきたよ。60円くれた。出てきまんます。星が5つ溜まった。やった、ボーナスもらえるぞ。やった、最高。え、ちょ、誰か畑の場所わからん。え、畑があるって聞いてんけどさ、どこに畑あるんや。ヒント、畑書いてるか。黒髪農園。黒髪農園ってどこにあんの。まだ行けんの。黒髪農園どこにあるんや。牛さん、こんちくわ。まだ無理か、農園まだ無理なんか。3日目で行けへんって結構きついぞ。あー、夕方になっちゃった。やべえ、晩飯の時間になる。もうちょっと探索したかったのに。あ、そうそう、俺お小遣いもらいたい。どこや、ばあちゃん。ララ、何だっけこいつ。ヨヨコおばあちゃんやったっけ。ヨコお姉さん。ヨヨコちゃん。持ってきたよ。か、お、現在、星は5つ以上。最高、すごいね。が、ヨヨコちゃんからボーナスのお小遣いが出ました。ありがとうございます。ございます。小遣い100円もらった。お使い引き続き頑張ってね。任せなさいよ。ヤマメだけ釣りたいねんな。ここのヨヨコおばちゃん。あ、シソが出てきてる。シソあるぞ俺。よっと、イエーイ。ここ釣りできんのか。
早く行けるようになりたいな。俺こんだけ頑張って働いてんのに。やばい、そろそろ誰か来んな。この工事が終わるんやろな、きっと。やばい、そろそろ帰れって言われる。いやいや、帰りたくない。まだ釣りしようかな。最後に釣りしようかな。やばい、夜なる。釣りどうやって行くんこれ。あ、そこか。なんか半端なく遠回りしよう気するけど。あー、白来たー。どうやら白が迎えに来てくれたようです。番犬来たー。番犬白ケロが来たー。やめてー、まだ帰りたくないのに。いただきます。バカマスや飯。いただきます。いただきます。いや、この飯、あー、夕焼けがたまらん。夕焼けがたまらん。綺麗。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。時間ゆっくりにしたのに、3日目クソ早く終わってもったぞ。あー、うふーい。うーい。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから。声を、怖いね。了解了解。今日は暑かったわね。今からみんなで、お、夕涼み。何それ。夕涼みって何？川見に行く？みんなで。花火け？こうやって夕方とか夜に外に出かけて涼しくなることよ。捨てられちゃうこと、どういうこと？あ、用済み？あ、はいはいはい。ここは星がたくさん見えていいな。春日部じゃこうはいかないもんな。しかし、この幸せな時間は、何があんの？続きませんでした。何が起きんの？そんなディズニーみたいな音楽流れて。水曜の夜、夕涼みに出ていたしんのすけたちは、恐竜出てきたぞ。満月の光に照らされた巨大生物を目撃したのです。どうした？お、なんだあれは。大きな影、大きな足音。博士おるやん。また助けて、アクション仮面。なになに、怪獣。母ちゃんの体重は60キロだぞ。そんなにないわよ。体重じゃなくて怪獣。怪獣、巨大怪獣だ。その巨大な黒いシルエットを見上げて高笑いしていたのは、駅で謎のカメラをくれたあの怪しい男のでした。あのおじさん。我が名は悪の博士、発明家であり、そして史上最強のマッドサイエンティストなのだ。何言ってんやこいつ。何それ、自分で言うことかしら。自分で言わずに誰が言う。どうした。我が輩が連れてきたのは怪獣ではない、白亜紀の恐竜だ。私はついにタイムマシンを発明した。これで世間の連中もこの才能を無視するわけにはいかないだろう。これどういうことなんや。夢、え、ほんまに恐竜連れてきたんこいつ。絶好。俺の拳銃、ちりまる出しも大きくしてほしいぞ。怖がれ、恐怖におののけ、巨大な力の前にひれ伏すのだ。え、なにこれなにこれなにこれ。え、終わってんけど、終了なってんけど、どういうこと。終わっちゃったよ。え、え、どういうことどういうこと。いや、ええリアクション下手すぎん、みんな、みんなリアクション下手すぎん。やえやん、なんこれ。どんや大成功。ええ、んなんこれなんこれなんこれ、うん、なんこれ。え、これ普通にどうしたんやこれ。どひゃーどひゃーやん、これ普通に行ったらええんか。この恐竜に何もできひんねんけど。しかも消えるし。
何もできひんわ。え、じゃあ俺 DJ のとこ行くか。え、これ恐竜放置しとっていいん？あ、お前ら恐竜見えるの？これはやばい。あ、こいつらも恐竜見えてんのか。これは、え、こいつらアホか？大丈夫か？あー、触れへんか。まだいじりたいのにな、これ。え、忍者カレー行くか。ほんなら忍者カレーのリアクションも気になる。あいつのリアクションは一番期待できるぞ。忍者聞かせてほしいぞ。拙者が最初に向かったのは冬の大三角形プロキシオス星。あそこで船が故障してえらい騒ぎになったでござる。銀河流忍術の奥義が宇宙との一体感である。何言ってんのこいつ。恐竜見えへんの？またのお越しを。あ、こいつあかんわ。ふふーい。あ、人参熟トマト。なになに。オッケー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 。増えたね、また。使い込まれた古いベンチ。この化石なくなっとんじゃん。私あるわ。え、この恐竜どうしたらいいん俺。何も話進まへんねんけど、これ恐竜の。とりあえずもう一回戻るか。あ、ああ、こいつらさっきのやつらね。てててててて、いや、お前ら大丈夫か。あ、ええー、普通に本読みしとんぞお前ら横で。親切な友達。日の宮倉は登った。あそこは古代からずっと同じ場所に矢倉があるんだって。とってもすごいんだ。誰もいない森の奥まで運んでいって、そこで食べていたのです。ある日、彼は背中におできができました。ヒリヒリチクチク、とっても痛い。ええ話やな。涙出たわ。いろんな人がいるのよ。ここだけの話だけど、忍法彼の銀河さん。針葉樹の森で取れる忍者の格好になるんだけど、誰にも正体がバレてないと思ってるの。すぐに直していましたが、浅はかよね。忍者の格好しないな。いつも一人ぼっちです。シロ、あの恐竜どう思う？どこにも全くいるわけない。こいつはまたドヒャー言うんかな。あかんわこいつら。あ、あー夜終わんな。もう終わるわ夜。今日の一日。あー来たー。ガー緊張は帰る時間だぜ。次郎が来たー。セミ。ひなばった。なにこれ。目標達成。お小遣い合計500円、300円もらった。働き者だ。西洋ミツバチ。ダンシングジローでぐるぐる回るカンタムロボを見つけたよ。嬉しいな。お手伝いでボーナスをもらったよ。お恐竜ね。巨大生物が現れた。体重怪獣どっちがどっち。忍者大いに宇宙を語る。銀河流忍術の奥義は宇宙との一体感。何言ってんの。おとなしく寝るのよ。おやすみなさい。おやすみ。みんなおやすみ。ティン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 。